モード・アダムスは、スウェーデン出身の女優。スウェーデンのトップモデルとして活躍した後、オフ・ブロードウェイのヒットドラマを映画化した、ウィリアム・フリードキン監督の移植作、真夜中のパーティーで1970年に映画デビューする。1974年、ガイハ・ミルトン監督の007シリーズ第9作、007、黄金銃を持つ男に、スカラ漫画の美しい愛人、アンドレア役で出演する。 同作はやや不評に終わり、アンドレアも途中で殺されるが、アダムス演じるアンドレアはそれまでのボンドガールと異なり、上品な美しさと大人の色気を持つ姿が好評を呼び、メインのボンドガールだったブリッドエックランドよりも高い人気を得た。ホテルの浴室でシャワーを浴びているところをボンドに見つかり、たじろグシーンは有名になった。九百七十五年、ノーマン・ジュイソン監督のローラーボールに、 ジョナサンの妻エラ役で出演する。また同年、バルゲスト監督のアクション映画、ダイヤモンドの犬たちにも、ブラッドリーの愛人クレア役で出演する。1979年、デビッド・ハミルトン監督の青春エロス作品、愛と強くのセレナーデで主演を務めた。1981年、ボブ・ブルックス監督のサスペンス、タトゥー彩られた罠に出演、ヌードを披露した。同作では、 ブルース・ダーンがゴールデン・ラズベリー賞最低主演団優勝にノミネートされた。1983年、ジョン・グレン監督、ロジャー・ムーア主演の007シリーズ第13作、007、オクトパシーでメインのボンドガール、女性のみの窃盗密予断の美しい首領、オクトパシーを演じた。黄本銃でのアンドレア役が好評を得たことにより、役柄を変えての2度目のボンドガール出演となった。 当時38歳とボンドガールの最高齢を更新したが衰えない美貌を見せ広く支持された。同作は1983年の映画の世界工業成績でスター・ウォーズ・ジェダイの復讐に次ぐ第2位、米国では1980年代の007シリーズ最大のヒットとなった。1986年、アーネスト・アール・ボン・シューマー監督のアクション巨編。 ヘルハンターにナチハンターの女性リーダー役で主演した。1987年、サンドラ・ワイントローブ監督の華麗なる不倫で、エレガントでゴージャスな美女アンジーを演じた。1990年、ブライアン・ユズナ監督の TV 映画、新、資料の下た,たりに、女性記者、キム役で主演している。テレビでは、アメリカの TV シリーズシカゴストーリー。 エメラルドポイント NAS にレギュラー出演したほか、ケージ、コジャック、ハワイ5-0、新スパイ大作戦などにもゲスト出演している。007シリーズとは縁が深く、歴代のボンドガールで唯一、主演級のボンドガールの座を二度射止める栄冠に輝いたほか、007美しき獲物たちにも、エキストラとして亀を出演し、唯一シリーズ3作品にボンドガールとして出演した。 以降も007シリーズが DVD 化された際、特典映像では一部のナレーションを担当している。ありがとうございます。